思い立ったら一途。とある日ですね、コンビニに行ったんですよ。そしたらお会計が412円でだったので500円を出したんですね、そしたらお釣りが88円だったんですけど、88円と思って、それであの二人を連れて、いや忘れもしないですね、あの場所に行ったんですよ。ちょっとこの中入るからね。え、ちょっと待ってください、これ電気屋？うん、私たち家電アイドルじゃないんですけど。うん、え、美顔器とか見ていいんですか？ダメ。ちょっと待って。あったあったあった、これだ。何ですか？ここ、うん、これ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 、え、こういうこういう感じのやつを欲しいからちょっと探してくれる？え、これは四角じゃダメなんですか？四角じゃない方がいいな。丸？丸っぽい、ああいう、ああいうやつ。あ、こっちか。ああいうやつ。探して。え、何でもいいんですか？そしたらもう、ああいう感じは何でもいい。電気傘でお遍路さん。はい、電話して。祈って。はい、オッケー。一箇所目終了。あと87箇所。まだそんなにもあるんですか？てか四国じゃなくていいんですか？いいの。達成することに意義があるの。あ、傘重くて